きますか。よし、行くぜ。はい、どうも、高広 GT です。ご視聴ありがとうございます。今日はね、11月27、時間は6時10分です。はい、思ったより寒くないね。よいしょ、13度だって。でもね、あんま寒くない。結構冬装備してきたんだけどな、大丈夫かな。よし、はい、今日はね、奥多摩まで行きます。はい、多分ね、うん、北上するのはもう来年の春まで行けないかな。はい、久しぶりに Z900RS 乗ってますけど、今のところね、シフトチェンジによるミストはないです。まあ、ダックスもね、それほど乗ってないですけどね、なかなか乗れなくて、昨日休みだったんですけどね、午前中雨でさ、午後から晴れたんだけど、午後もね、いろいろやっててね、忙しくて結局乗れんかったな。はい、で Z900RS はかなり久しぶりですね、うん、でオイル交換とかね、いろいろやったんですけど、それ以来なんですけど、やっぱ交換したらね、スムーズですね。今回ね、オメガも入れたんでね、多分それもあるんじゃないかな。だいぶ違いますよ、オイル交換ね。あのね、オドがね、4700までいっちゃったんでね、ちょっとそれはやりすぎたかな。オイル交換するなら3000キロない、4000キロいかない方がいいな。うん、今回もね、最速入れましたんでね。あ、前回は最強入れたんでね、で今回は最速にしました。よし、よいしょ、はいはい、いいぜ。一応動画的に一時停止、きっちり守ってます。どうぞ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 、やべ、あ、来ないよ。まだ来ない？来ない、全然来ない。よいしょ、俺も久しぶりだからな、冬グローブ乗りづらい。電熱グローブじゃなくてもよかったな。うん、電熱じゃない、今日失敗した。バッテリー充電したんだけど、まあいいや。お、富士山綺麗だな、今日。これじゃ同じでしょ、電熱は。いや、暑いよ。そう、ちょっと失敗したかな。うん、朝には寒いから、いや、上がりは寒いだろうね。まあ、一瞬だよね。ウィス。あ、寒いね。あ、走ると寒い。富士山が素晴らしいな、もうすげえ。たぶんあそこなな、庄司湖のとこが一番だな、たぶん一番寒いと思う。そこ越えれば、あれはきつかった。あの
トンネルのところが、うん、0度ぐらいだったよあれ確か。そうあれ0度だったよね。ま、日中がすげえ暑くなったんだよね。あそうそうそう。あれどうする、甲府南から乗る勝沼まで。そうだね、甲府南からの、あの勝沼で降りて、ああオッケーオッケー、また行った方がいいか。うん、6度、6度あ、もう行った。いや急に冷えたな、またこれ、ずっと寒いんです。気をつけてね、路面気をつけて。まだ乾いてれば大丈夫で。乾いてる。あ、どうかな。後半。あ、でも。正直の方が。でもそっち反対車線あるだよ、湿ってる。凍ってはいないと思うけど。ここ道悪いよ。We can come. こんなに風あれば凍ってるのかな。でもね、あっち側は分かんない。日陰だから。いや、電熱グローブあったけ。これと握ってヒーターだともう完璧だね。うん、もうあの凍った状態最強や。足の上ちょっと握ってるね。気をつけてね。あ、鼻水が。は、蜂蜜？あ、ソイさんのバイクはあれだね、なんか急車っぽいに後ろから見ると。あ、一応急車っぽく変えてみようかと。最初は島っぽくしてよかった。なんかね、そういう姿が。ああ、そうです。なかなかかっこいいっすよ。サンドルも、ああ、ありがとうございます。サンドルもビートだったら、これ、はい、これやってます。あ、変えたんだっけ。はい、ミラー下田？あ、これはあの、はい、そうです。あのボスの動画を それがついてれば GT 界です。めっちゃ濡れてる。濡れてるね。うわ、めっちゃ濡れてるよ。今一生懸命これ反応しねえななんて思ったら、なんか場所によるんですね。あ、グローブ？グローブ。いや、濡れてるな。これも普通だな。普通にウェットです。もうウェットです。みんなのタイヤがすげえ。寝かさないように。真ん中を走る。でもだいぶ暖かくなったね。あ、本当だ、10度になった。まあさっき。この辺は閉めた。上がった。はいはい。あ、臭いな、相変わらずここは。うん。常に臭い。あ、軽トラ来てるよ。入れちゃうか。8時12分。出て甲府南で乗っちゃえばいい。おはよう。いいよ、行っちゃって。衛星を受信しました。いいよ、行っちゃって。
はい、8時39分。よし。後ろ姿が。なんか乳首が痛い。乳首？乳首が痛いの？乳首。昨日ちょっといじめすぎたじゃない？大丈夫？いじめって。まあ。食べられた？なんでいじめられて乳首が痛いんだよ。じゃあ乳首が？いや、あの。本当になんか右手首が痛い。俺もずっと四十肩。俺が痛くて。そう、マイク遅くなります。はい。広い方だからね。だいま。なんだよこいつ。口悪。あ、車来てるよ。来てる来てる。キンキンキン金棒コーンコンビが金棒東京方面ね。はい、バレーの方行かないように。はい、勝沼で降りますからね。はい、はい、で、20号に出て一旦東京方面。はい、こう、アキさんすげえ。迫ってくる、迫ってくる。なんかね、秋さんっぽくないんだよな、バイクが。まだ、まだ慣れない。まだ慣れないよ。まだ慣れない。おいたいくよ。はい。このトラックがすごいよ。いや、入っていいじゃん。トラック飛ばすな。いや、紅葉が綺麗だな。もう紅葉、もう、まだ？もう終わりじゃない？そろそろ。もう終わりだね。もう終わりだね。前のピーナッツがあれだよね、ピークだよね。まあ、ピークだったね。意外に混んでなかったしね。うん。バラバラだったよ。に。ひでえさん前行ってくれないとわかんない。だとどーんだ。どこ行ってどこ行ったかわからんで。もう入れば一本道ですよ。そうそうそう。フルーツライン。ポコ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 跳ねる。バイパス？これはどこ？どこ？二十号、二十号。まっすぐ？二十号。まっすぐだそう。まっすぐだそう。なんか変なケツラがいる。ああ、抜いちゃったよ。危険。ああ、もう一本になる。ああ、この道一本か。これ左？ああ、まだまだまだ。え、これじゃない？ここじゃない。え、すぐ
まあ、そこじゃないの、そこそこ、そこ、左曲がれよ、左曲がってるよ、一応一時停止、やべえ、バスに阻まれる、やべえ、先行っちゃった。そこだ。矢印出るこれ。こっち優先だ。いいよ、あのフルーツライン曲がるよ、右。右曲がってね、あそこ。右。そうそうそう。そこに。ごめんね。俺勘違いしてた。どんまいっす。大丈夫、大丈夫。来てるよ、来てるよ、ルーツライヤー、いや、どんどん行っちゃって、どんどん行っちゃって、どんどん行っちゃって、おー、景色いいね、これ一応農道だっけ、農道かな、広域農道ってやつ。一応農家の車優先だからね。あれ、俺ジャスになくなってる。え？いる、いる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 。軽トラの集い。すごいな。お、犬が乗ってる。おお、暗い。そうそう。おお。すごい綺麗。すごい景色。こっちから来るとすごいじゃん。そうそう、撮った。おこれ、どっかで右曲がるんですよね、確か。曲がる曲がる、多分ね、出てると思う、大菩薩、多分標識あると思うけどな。気をつけてこの原付。はい。え？え？原付？原付が飛び出してんの。そう、こう。あ、本当だ。なんか足元に足元ない。角張りみたいな。まだか、まだか。危ないね。危ない危ない危ない。それだね、すげえかすれてる。うっす。サバヤマになってるでしょ。あ、なってるなってる。あー、信号。変わった？変わった。乗ってない。まあ、いつか車遅いから。うん、うん。
いやいや、行ってていいよ。